はい、日本数学検定協会の近藤です。今回はですね、259回検定の、準2級2次検定問題4番の、解説を行っていきます。はい、問題4番ですが、こんな問題でした。いわゆる2次関数に、関する問題ですね。はい、で、与えられている式が、y=x2-12ax+15a、 a は定数であるとですね。で、この二次関数の、まずグラフの頂点の座標はどんな形で表されますか、 a を使ってどんな形で表されますかという問題と、もう一つが y の値が、-6 より常に -6 より大きくなるような、a の値の範囲を、求めてくださいと、はい、といった2問が、設定されていました。はい、で関数に関する問題ですね。関数に関する問題はもう何はともあれグラフを書きましょう。はい、頭の中でごちゃごちゃ考えるよりもですね、実際にグラフを書いてみて、どんな形のグラフになるんやろうと、なるんだろうというところを、考えてもらった方が、見ながら、考えてもらった方が絶対分かりやすいですので、関数が出たらまずはグラフを書くことを心がけてください。はい、ではグラフを書くためにはどうすればいいのか、今回のように二次関数のグラフを書くためにはどうすればいいのかなんですが、二次関数ですね、グラフは放物線になりますので考えるべきポイントはこの3点です。まず一つ、下に凸の放物線になるのか上に凸の放物線になるのかですね、これをまず考える必要があると。はい、そしてこの放物線の頂点ですね、頂点がいくつになるのか、頂点の座標がいくつになるのかというところも必要な情報、グラフを書くために必要です。はい、そして x 切片 y 切片ですね、x 軸とどこで交わって y 軸とどこで交わるのかというところも情報として必要になってきます。はい、では何を調べりゃこの3つが分かるのかなんですが、まず上に凸か下に凸かはこの x の2乗の係数ですね。はい、x の2乗の係数が正、0よりも大きい正であるならば下に凸であると。はい、で a の値ですね、 x 2乗の係数が負である、0より小さい負であるならば上に凸であるということが分かるわけです。はい、そして、頂点の座標はじゃあどうすれば分かるのかなんですが、これは式を変形する必要があります。いわゆる平方完成ですね、a(x−p)(2+9) という平方完成をさせた形にして、した形にすると、はい、この時ですね、はい、この時の頂点の座標は p(q) であると、はい、といった形で、頂点の座標は考えることができます、求めることができます。はい、そして x 切片と y 切片ですね、x 軸との交点は y=0 ですね、を代入すれば x 軸とどこで交わるのかが分かりますし、 y 切片ですね、x=0 を代入するこの関数の式に x=0 を代入すると y 軸とどこで交わるのかというところが、ということが分かります。はい、ですので、この3点ですね、この3点を、しっかり把握することができればどんな放物線になるのかっていうのを一応は書くことができるわけです。はい、ではこれを踏まえて、問題見ていきましょう。この二次関数のグラフの頂点の座標を a を用いて表しなさい。もうストレートですね、先ほどの2番目の項目ですね、頂点の座標を、調べるというところがありましたが、それをストレートに聞いてきてます。ですので、先ほどの通りですね、説明した通り y=a(x−p)2+9 という、平方完成をさせることで、頂点の座標は pq であると求めることができます。はい、なので与えられている関係式は y=ax2-12ax+15a でしたので、この式を平方完成させればいいと。はい、どうするのか、まずここに注目してください。はい、x-12a、
12AX ですね、ここに注目してもらいますと、この後に、まあ、とりあえずプラス 15A はないものと考えてくださいね、こいつはとりあえず無視しておいて、この後にプラス 36A の2乗っていうものがあれば、X-6A の2乗、括弧の2乗と、式変、平方完成させることができそうですよね。はい、ですので、この後に勝手にプラス 36A 2乗をつけちゃいました。はい、で、勝手につけちゃやっぱりまずいですので、はい、マイナス 36A 2乗ですね、マイナス 36A 2乗というのをもう1個つけてあげて、はい、この式ですね、これを計算すると前の式に戻るような形にしてあげました。はい、まあ、勝手に足したんだからそれを打ち消すものを後から引いてあげればいいと、まあ、という考えですね。はい、で、このプラス 36A を加えてマイナス 36A ですね、これからマイナス 36A を引くことで、はい、この前半の部分が X-6A の括弧の2乗と、括弧の2乗で表すことができましたので平方完成ができました。はい、括弧の2乗プラスなんとか、まあ、今回マイナス 36A2 乗プラス 15A と表すことができましたので、このグラフの頂点ですね、この二次関数のグラフの頂点の座標は X 座標が 6A、 Y 座標がマイナス 36A2 乗プラス 15A と求まるわけです。はい、で、もう一問ですが、今度は Y の値が常にマイナス6より大きくなる、はい、常にマイナス6より大きくなると言っているので、まあ、この辺にマイナス6という、ラインがあったとすると、これよりも放物線は必ず上にあると、はいはい、マイナス6のラインよりも必ず上に来るように A の値を決めたい、 A の値の範囲を決めたいと。はい、じゃあこれどうすればいいのなんですが、先ほどですね、この1個前の問いで、頂点の座標を求めました。はい、この関数の頂点は 6A、X 座標が 6A、Y 座標がマイナス 36A2 乗プラス 15A と分かってますので、はい、まあ、放物線としてはこんな感じになるんでしょう。はい、こんな感じの放物線になりますので、最小値ですね、はい、二次関数の最小値は、はい、頂点の Y 座標ですね、 Y の値を取りうる、この二次関数で Y の値が取りうる一番小さい値、最小値は頂点の Y 座標、すなわちこのマイナス 36A2 乗プラス 15A っていうのがこの式の最小値、 Y の値を取りうる最小値になるわけです。はい、で今回は y の値が常にマイナス6より大きくなるにはと、はい、言われてますので、はい、この関数の最小値がマイナス 36a2 乗プラス 15a と a を使って表されているので、この値、はい、この値がマイナス6より大きければいいと。はい、頂点の Y 座標がマイナス6よりも大きくなれば、この問題の、意味、この問題の、答えになってくるわけです。求めたい範囲に、求めたい A の範囲になってくるわけです。ですので、あとは、不等式を解くだけですね。頂点の Y 座標マイナス 36A2 乗プラス 15A がマイナス6より大きければいいんだから、この不等式を解いてあげればいいと。はい、ですので、式変形しました。で、たすきがけの因数分解をしました。はい、で、まあ、これ、この括弧 4a プラス1、括弧 9a マイナス6が0よりも小さい、はい、といった形になってますので、なりましたので、マイナス、a の取りうる範囲はマイナス4分の1よりも大きくて、3分の2よりも小さいと、はい、この範囲、a がこの範囲であるならばマイナス6より、y の値は常にマイナス6よりも大きくなることが分かりましたと。
はい、ということなんですね。はい、ですので、関数の問題ですね。先ほども言いましたように頭の中で考えるよりも実際にグラフを書いてグラフを見ながら考えた方が絶対に分かりやすいです。ですので関数が出題された時にはまず何はともあれどんなグラフになるのかっていうところを考えていきましょう。はい、以上でこの問題の解説を終わりたいと思います。